せるコレクション。眠れない暑い夜ありませんか。ライブパステルコレクション、パステルコレクション、パステルコレクション、パステルコレクション。皆さんこんにちは。どうも皆さんこんにちは、森川俊之です。どうも皆さんようこそいらっしゃいました。ようこそ。あ、2階席もいっぱいですね。ありがとうございます。皆さん BL は好きですか。好き？ BL は好きですか。 BL は好きですか。 BL は好きですか。僕のこと好きですか。はい、ということで、ですね、このイベントは少々ボーイズラブの要素を含むイベントです。苦手な方はですね、ご注意を。さて、インターコミュニケーションズドラマ CD100 作&パスコレ100回記念ライブパステルコレクションへようこそお越しくださいました。さて、パスコレ風に始まりましたけれどもね、ドラマ CD100 作突破というすごい記念も同時に楽しんでしまおうというのがこのイベントです。ところで、1年前3月24日ですか、イベント公開録音やりましたけれどもね、なんとなく、その時や、60分スペシャルの時もそうだったんですけれどもね、もしかして、今回もあの例のパターンだったりして、いや、やっぱり浸と静まり返った時の狭間で、あなたと幻想のひとときを、ミッドナイトファンタジードリーム、ライブパステルコレクション、パステルコレクション、パステルコレクション、パステルコレクション。皆さん、皆さんこんにちは、堀内健雄です。皆さん BL は好きですか。 BL は好きですか。堀内健雄は嫌いですか。聞いたかよ。聞きましたよ。すごいですね。嬉しいですね。あのね、はい、僕ね、走ってきたんですよ。え？駅から。あ、駅から。ええ。あら。もういても立ってもいられなかったんですよ。いやいやいや、100回記念ということで。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。というわけでですね、はい、今日はもう堀内健雄さんと一緒に、はい、このダブルナビゲーターでお送りします。健雄さん、よろしくお願いしますね。ちょっと待ってくださいね。はいはい。ダブルナビゲーターと言いますけど、ええ、ダブルじゃないと思います。え？トリプルじゃないですか。あ、そうでした。ええ、あ、ほらね。夏の中にいた。蒼天燃色の景色の中に君を見ていた。ライブパステルコレクション、パステルコレクション、パステルコレクション、パステルコレクション。こんにちは、高原です。こんにちは。皆さん BL は好きですか。2階の方も好きですか。全員好きですか。今朝は僕もですね、興奮して早く目が覚めてしまいまして、はいはい、浜を一っ走りしてきました。浜をです。浜を一っ走り、一っ走りして、はい、太陽に向かって、はい、BL は永遠に不滅ですって叫んできました。あ、すいません。はい、
大丈夫ですか大丈夫ですか大丈夫です、一応今のところは、はい、というわけでですね、今日は堀内健雄さん、そして中原茂さん、そして私森川俊之の豪華、はい、トリプルナビゲーターでお送りしていきたいと思います。はい、はい、Welcome to Hotel Entertainment。 この声は、この声は、この声、なんだ、ちょっと待った。インコミの番組はパスコレだけじゃないぜ。いや失礼しました。そうですね、皆さんこんにちは、小杉十郎太です。この人ね、遅刻してきましたよ。はい、もうね、皆さん OL は好きですか？何わけわかんないこと自分だろ。さあね、はいはい、ですか、ですか、よろしいですか、ですか、はい、というわけでですね、もうこの最強の4人が集まりました、はい、この豪華4名でお送りしていきまーす。イエーイ、ちょっと待ったー、誰だ、ラジオだけでなくインターコミュニケーションズドラマ CD100 作記念ということもお忘れなく。誰だよっしゃー、なんだよあれ、誰だ誰だ誰だ。なんでさ、皆さんこんにちは、鈴村健一です。いやーどうも、インターコミュニケーションズドラマ CD100 作記念イベントありがとうございます、呼んでいただいて。いやいや、いやいや本当によろしくお願いします。鈴村ってさ、この中で一番若いんだよね。若いです、若いですよ、はい、一番後輩だよね。そうです、なんで一番目立つデカだそれを出せいいんです。はい、というわけで、はい、今日はですね、はい、ゲストに、はい、鈴健さんこと鈴村健一君を迎えてお送りしたいと思います。この5人で2時間頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。さて、まずですね、このコーナーでは BL& パスコレについて、はい、トークしていきたいなと思います。はい、はい、まあ、司会があの森川君ということで、僕たちはこの楽をさせていただきますけど、いやいやいや、はい、違います、申し訳ないです、違います、はい、このトークは、はい、僕がとりあえずは司会ということで、はい、仕切らせていただきますけれども、はい、この後はもう皆さん順番に、順番に各コーナーを仕切っていただきますので、ああ、まあでもそうだよね、まあ、このどのコーナーにもこの仕切る人がいないとね、そうなんです、このメンバーだとね、どこに行っちゃうかわからないよね、はい、すいません、それはあなたですよ。自分だけ違うような話なので、はい、ということでですね、フリートークをー、はい、したいと思います。はい、まあ、そうですね、まあ、目打っていますこのイベント、はいはい、ドラマ CD100 作記念、はい、そして、パスコレ、パスコレ、100回記念ということで、このイベントのに対してちょっとこう皆さんですね、はい、こう意気込みなんかを意気込みなんか思いますけれども、意気込み、はい、じゃあ鈴健さんから、はい、僕からいきなり出てきてごめんね、喋って、あ、そうですか、いきなり喋るんですか、はい、ありがとうございます。いや本当でもすごいですね、こんなに人が来るんですね。いや、びっくりしちゃいました。そうですよ、はい、で またこのメンツに僕がいるのもすごいびっくりなんですけど、このまま2時間僕は耐えられるのかっていうのはドキドキしてるんですけど、はい、頑張ります。え、そんな意気込みでいいですか？でもちょっと待ってくださいね。はい。鈴村がいることは知らないはずですよね、はい、誰も。そうです。何ですか、あの鈴剣っていうのは。本当だ、本当だ。鈴剣って書いてある。なんで、なんで、もしかして、おー、すごい、すごい、すごい、偉い、あなたはエスパーかもしれない。ね。なんかすごい看板みたいな、ね。はい、嬉しいです、ね。ありがとうございます。どちらからいらっしゃるんですか？東京、東京。はい。あ、近くで、よかったです。じゃあお次は、十六さん。このイベントに対する意気込み。もう終わったの？もう終わりましたよ。さらっといきますから、これ。はい。でも、鈴村って見るとさ、可愛い顔してるよね。そうよね。ありがとうございます。言える。あそこに鈴健さんの持ってる人がいるんですけど、はい、コス銃を作ってきました。コス銃。コス銃いますか？コス銃。コス銃。いねえじゃねえかよ。ゼロ人ですね。いないみたいですね。夜の部までには作っといてください。頑張って作ってください。仕込みでね。まあでも、はい、まあ、BL、僕もインターの作品には、おかげさまで、1位、森川、2位、三木慎一郎、
一応3位なんですけど。おーすげー。だけどまさかこういう BL でさ、日本青年館だよ。そうですよね、青年館ですよ。日本青年館だよ青年館ですね。青年館、まあ、考えてみれば BL にぴったりっちゃぴったりかもしれないけどはい、うまい。まさかさ、こんなイベントやっちゃうなんてね。日本青年館上、ホテルになってますんで。ホテルゆっくりと、すごいよねまあインターの阿部さんとね、よく仕事終わった後に、はいはい、まあ、いつかこう BL でイベントなんかできたらすごいよねなんて話をしてたのね。で、この話が持ち上がったのがもう半年ぐらい前かな。随分前です。俺とケイがトークライブやったあたりからやろうかなって話はあったんだけど、まさかね、本当にこうやって実現するのってね、ま、思ってなくて、しげみちゃんもなんか朝起きてひとっ走りしてきたらしいですけど僕も早起きしちゃって早起きでした。すごい早起きでしたよね。僕は一風呂浴びてきましたあ、だから遅れたんですね。とっても綺麗ですはい、わかりました。とっても綺麗な十郎太さんです今日は、はい、あ、そういえばいい香りがします、十郎さんでしょ、はい、今日はそういうトーク大丈夫ですから、はい、じゃあ中原さん、はいはい、そうですね、今ね、ジローさんも言ったんですけどね、そう、安倍さんとはね、前からね、いろんな、まあ、インターとして、このボイスラボの CD のみではなく、なんかいろんな展開を考えていきたいなんかいうっていう話をしていて、いろいろラジオが始まったりして、そして、ジローさんのね、ケンイさんのライブがあったりして、そして、やはりこの、こういうの日本青年館っていう、このね、大きなホールでっていう、こんなに早く本当にね、こういう、皆さんとね、一緒でこうイベントができるとは僕も思っていなくて、これはね、やっぱりインターさんすごいぞっていう感じがして、なのでそのね、記念すべきっていうか、こうイベントの第1回目に、はい、出させていただいたということでですね、今日は僕もですね、いつもよりちょっと外れ気味に行ってみようかなといつもより結構外れてらっしゃいますそうですかよろしくお願いします。はい、わかりました。さあ、お次はケンユーさん。皆さんね、堀内ケンユーですが、僕ね、インターさんがね、ボーイズ系のこのボーイズラブのね、はい、一発目の CD 出てるんですよ。あ、そうなんですか。すごいね、なんていうんですか、これほど注目を浴びてない頃ですよ、まだ。うん。だいわゆるね、まだ、走りじゃないですか。走りですね。まだボーイズラブっていう、そう、呼び名もなかった頃ですね。うんうん、そう、そういうことですよ。で、今日は何やるのって言われて、はい、いや、人に僕まだあんまり言えなかったんですよ。で、もう隠れながら、はい、覆面をつけながら、覆面をつけながら、スタジオに向かってた時代ですよ。はぁ、別に、覆面つけながらって、別に、それは、必要なかったですよね。相手が八尾和樹でしたね。あ、そうなんですか。おぉ。だから、いわゆる八尾和樹と堀内健雄ですよ。うわぁ、走りで。それも、すごい濃いというか。それが、ね、それあれ、もう10年ぐらい前だと思いますけどね。うん、見てください、これ、2回戦、ね。すごいですよ。本当に。でもそれは、ね、このインターさんが一作ずつで、一作一作、はい、もう本当に心を込めて作って、はい、成果ですよね。ですね。つくプロデューサーがね。つくプロデューサーね。だから、はい、僕は、あと一つお願いあるとしたら、はいはい、小杉さんと噛みたいなっていうね。うわぁ、それはすごいですね。まだないんですね。まだない。まだないですね。意外ですね。いや、剣友とはしてないよね。してないよ。これはすごいですね。いやなるほど。そういう案も出ないらしい。出ないね。いや、でもとりあえずね、1300人は。そう。あ、そうだ。もう、聞きたいという今の。俺、志村としたっけ？したことありますよ。あるよね。したしたって。しましたよ。あなたたち。しちゃいました。まあ、このイベントはいいんです。はい、もう大丈夫なんです。ということで、これは本当にね、皆様のおかげであります。はい、ありがとうございます。もう本当に今日ね、はい、会場にいらしてる皆さん、そして、もうね、すごかったらしいんですよ。チケットが。うん、ものすごい人気でね。皆さん、大変だったでしょ、チケット取るの。ね。抽選だった。抽選。この皆さん以外にも、はい、もう外でもう今もうバザーやってる方とかね。それはバザーをやってる方とか。あれは抽選で方たちが少しでもパスコレの雰囲気をもうなんか味わいたいなというと、もう会場に来て、近くに来ているということでね。バザーやりながらね。もう大変なんですよ。あと一つ質問なんですけど、はい、男の人も来ていらっしゃいますか？そう、男性は。男性の方いらっしゃいます？男性は？あ、いたいた！
いやー目立ってますね、あなた。目立ってますね。目立ってますよ。1300人いて、目立ってる方1人 ?1 人 ?1 人他は他いないですか？あ、あ、2階にもなんか、2階にもいますね。わ、いらっしゃいます。いらっしゃいますね、2階にも。ありがとうございます。いや、すごい。もうね、安心してくださいよ。ね。はい。我々がついてます。これから男性のファンもどんどん増やしていきますからね。そうです。もうね、もう、ボンボン、ね、大手を振って、ドラマ CD を買って、ドラマ CD を買って、そして、ね、小説とかね、コミックスとかもね、もう、堂々ともう本屋さんに行って買っていただければと思います。はい。はい。さて、すみません、皆さん立ち上がっちゃったんですけど、少し話しましょうよ。あ、そうですね、話しましょうね。座っていいですか？せっかくですから。なんで立っちゃったんだ。いや、今な。あれ？そんなもん誰の話聞いてか、お客さんわかんないじゃん。あれ、あれ、何？みんなで喋っちゃってさ。あれ？そんなわけで、あれ？皆さん、こんにちは。こんにちは。ゆるいよね、俺ね。インターコミュニケーションプレゼンツ、ライブ、パステルコレクション、お越しの皆様、どうも、こんにちは。ミキシンでーす。イェーイ。せーの、ミキシーン。はい。間が悪い、お前ら。今日はですね、そちらの方にお邪魔したかったんですけども、知ってる人は知っているであろう諸事情がございましてですね、そちらの方にお邪魔することができません。大変私も残念に思っておりますけども、まあ、なんつったんですかね、今ステージにいるどうしようもない大人たちの話を皆さん聞きながらですね、今日楽しんでいただければと思います。本当に今日行けないのは残念でございますけども、皆さん今日、これとりあえず昼の部ですけど、昼の部楽しんでくださいませ。ではでは。いやー、びっくりした。おすっごい感じ悪いね。あいつな、ホスト、ホストのこと言えるかって言うんだよな。いや、もうほんとこんだけすごいのに、もしミキさん来てたら、もっとすごかったんじゃないですか。いや、俺はそうは思わないよ。すず、すず、お、お、なんだ、なんだ。いいこと言うじゃないか、すず。ちょっと、酒じゃないからね。なんだ、酒飲んでんの？ちょっとお茶してたんだ。なんだよ。すず、聞いたよ。お前、いいこと言う。そうですね。なんて言うのかな。俺がやったらもっと盛り上がってたね。そうですよ。悔しいだろ、今。会場にいる。親父とも。何鳥か、これ。まあ、すずは親じゃないけど。なんつったよな、こう。そういう空間、僕も大好きなのよ。行きたかった。行きたかった。みんなと一緒にこう盛り上がりたかったんだけど。なんだろうな。今日ほどこんなに悔しい思いしたことはなかなかないね、人生において。あ、ちなみにこれ、バミリね。バミリ。立ち位置ね、俺のね。まあ、そんなわけでですね、会場の皆さん、出演者の、なんだろうな、このパワーに負けずにですね、この、インターさんが提供してくれたこの空間をですね、ぜひぜひ、本当に最後まで楽しんでいってほしいと思います。はい。本当に、悔しいです。はい、まだお昼ですけども、はい、盛り上がって、もう夜のような、この深夜のような、こう、ギリギリの盛り上がりを皆さんで楽しんでいただきたいと思いますので、この後も面白いコーナーがまだまだ続くと思うんで、一つ、この後も、盛り上がって、盛り上がって、こう、終わった時に、へぇーって投げるぐらいの、こう、面白い空間を皆さんで味わっていってください。じゃあじゃって言われちゃった。なんかね、ありがとうございました。しかし皆さん聞いてました。鈴村偉いね。まあ新一郎が事務所の先輩ってこともあるんだけど、VTR に向かって、はい。だって偉すぎだよ。会話しないと。かわいいね。会話しないと。すいません。なるほどね。でもあの VTR で30分もう半分くらい終わっちゃうんじゃないかと思ったな。大体新一郎ってさ、まあ。去年、俺とケイのライブにも出てもらったから、あんまりいろいろ言えないんだけど。言ってるじゃねえか。シャイなふりして目立つから嫌だよね。それはあなたも同じよ。俺はただの無口だから。なんで知ってんのよ。バレてますね。もう大変らしいっていう話ですよ。エンタメなんかは。大変だし。収録の時、全くストップウォッチも見てない。あ、見てない。時間を見てない。ずっとしゃべってた。ねえ。まあ大体、そうね。まあそんな小さいことは気にしませんからね。そうです。ジュローターね。もうね。もう別に時間に追われないっていう。そう、だからもう長ければ、あとは切っとけよっていうな感じ。切っとけよ切っとけ。すごいですけれどもね。もう素敵なところありますよね。私、森川俊之はですね、司会と言ってましたが、ここで、ちょっと次の準備がありまして、ちょっと、先に、そうなの？ダメだよ、君が司会じゃないの？そうですよ。いやいや、ちょっと申し訳ないんですけどもね、次のコーナーがありますので、わかりました。申し訳ない。僕も、退場します。あれ？そうなんですか？ちょっと、用事ができたもんですから。用事か。
急に思い出すんですね、そういうこと。本当に、ちょっと用事、またなんか海に行って、なんか、一走りとかっていうのは。しげるちゃん、これから神宮外苑を走りに行きます。はい、じゃあ、すいません、申し訳ないですけど、じゃあ僕と中原さんは、はい、お先にということで。はい、じゃあ、また皆さん後で。皆さん、次のコーナーは何でしょうね。はい、後ほど。じゃあ、鈴木さんよろしくね。よろしく。嘘。どうしよう。こんな3人ですよ。ちょっとこっち来てよ、みんな。はい、あれ。さ、はい。森川としげるくんがいなくなったら、はい。一体これから誰がシーンですか？そうですよ。どうするんですか？でもこれはさ、はっきり言ってさ、大会系であればさ、はあ、当然年下が仕切るっていうことじゃない？つまり僕が仕切るってことですか？いや、ちょっと無理っぽい。あ、変えるの？変えちゃうの？いやいや、わかりました。やりますよ。やりますよ。あ、なんか。この鈴剣っての胸にちょっと刺してあげて。あら、もうどうも。どうも、鈴剣です。本当にね。はい、鈴村くん的には、ちょうど僕たち世代で、十郎太や俺と世代で、一番絡みやすい人は誰よ？絡みやすい人？すげえ難しい質問ですよ。え、何ですか、それ。え、いや、ケンユさんも、十郎太さんも、とても絡みやすいですよ。本当に。そういう卒のない意見は困るよな。石田明くんが好き。すいません。あんたに聞いてないんだよ。俺に聞いてんじゃないの？いや、石田明の次は。石田さん大好きで。明くんの次はそうだな、新一郎もやりやすいよ。やりやすい。俺はね、やっぱり鈴剣一番の。そうですか。鈴剣なり剣っていうね。みんな、剣がつく人は好きですね。剣好きで。君も剣がつく。そうですよ。そう、鳥剣、鈴剣、なり剣ですよ。もちろん。それがさ、今名前が出てきたけど、なりけんってマイクの前ってすごいらしいね。どういうことですか？何がですか？なんかアクション付きらしいじゃん。ああ、そうですよ。こういう動きです、こういう。小屋やながらやんの？ああ、攻めなんですけど、声がすごいんですよ。ああ、鈴村、みたいな。それでさ、何がすごいってさ、ああ、って言った後に、はい、お疲れ様ですと何もなかったよ。しれーっと帰ってきますからね。ね。あとは普段の喋りの距離が近いですよね、成健さん。近いよね。そうなんだよ。鈴村くん元気いいっていう。必ず耳元ですよね。すごい近いわけですよ。何事も起きてないのに、スタジオでさ、俺んとこにこうやってってきて、もう、十六センタラーって。なんだよ。そう。そういうタイプだよね。不思議ですよ。何の脈略もないんだよ。ないのよね。いきなりさ、もう、十六センタラー。耳に、必ず耳に息を入れてくるんですよ。どうでもいい話なのに、ひそひそ話してますよね。ケンユさん、お天気とかね、なんの意味なのさっぱりわからないな。これが驚いちゃうね。だから、なんで成健の話でこんな盛り上がるの？本当に。なんで成田さんの話ばかり。今日いないもんだって。今日いるわけないじゃん。ね。あんた的にはまだいるでしょ、好きなの。カッペとか好きなわけじゃない。カッペね。カッペ、としたことあるかな。したこと。でも可愛い声の方が好きなんですね。そうなの、十郎太さんはね。結構ね、背がわーって小さくてね、また可愛らしいって感じが好きなんだな、あんたも。女性に対してもね。女性、男性問わず。僕はダメなんですか、僕は。僕なんでダメなんですか。僕は、鈴村も愛してやってください。めでてやってください。お願いしますって。じゃあ言ってみな。なんか、愛の言葉を。僕を抱いて。ふざけんな。だってこういうのありってさっき言ったじゃないですか。だからやっちゃえって。もっと出し惜しみしろよ。そういうの。そうか、早すぎですか。ちょっと十郎太さん、僕もいいですか。十郎太さん、僕を抱いて。どうでしたか。いいよ。そういう答え方なんですね。本当に。しかしさ、いつまでこんな喋りを続けさせられるんですか。いつまで続くんですか、これは。わからないですけどね。これは勝手に締めていいんじゃないんですか。締めていいんですか。なんかね。なんか終わりがいつまでも経ってもな。なんかいつまで経ってもね、終わらないんですけど。ただすいませんけど、締めるのはあんたですよ。あ、そうですか。司会なんで。じゃあ、やめますか、そろそろ。まあ、ずっと。いや、だってね、この後もいろいろコーナーあるんですよ。だから、忙しいの、僕だし。だから、とりあえず帰るから。それじゃあまた後で会いましょう。じゃあもう急いで出ましょう。ね。はい。わかりました。はい。出ましょう。じゃあ行ってみましょう。はい。
それじゃあ。じゃあ、いいの本当に。もういいんです、いいんです。はい、もうさっさと、さっさと、もうこういうのは、こういうのこそ出し惜しみしするんですよ、これで。いくよ。さっさと、はい。はい、帰ります。皆さん、さよなら。以上、トークコーナーでした。バイバイ。なんで俺が締めるのよ。